タコさん、タコありがとう。そう、結構でかい。どれぐらいのでかさって言ったらいいんやろ。携帯の、ミセキの携帯の3分の2、5分の4ぐらいある。そう、結構でかめ。あ、しずまるさんプレゼントありがとう。ちょっとボサボサじゃねえかな、髪の毛。あ、トラッピーさんプレゼントありがとう。ポストカードより大きそう。ポストカード、どれぐらいだろうのこれ。まあ普通ぐらい。あ、しおぴーさんありがとう。たむたむさんもありがとう。今日イブですよ、イブ、クリスマスイブ、リサちゃんのお誕生日です。いやー、おめでたいね。あ、しおぴーさんくもありがとう。クリスマスプレゼントはもらいましたか。あ、炭酸せんべいさんありがとう。お疲れ、ありがとうございます。ケーキは、ケーキでも今日朝からね、朝から空手サンタっていう企画で食べました。うん、ヨシさんプレゼントありがとう。ヤスさんもこれは、スノードームありがとう。安藤さんもありがとうございます。何が一番面白かったですか、その自分が出てないやつ以外とかも含めて全部で何が一番面白かったですか。深夜帯のは見てないから分からんけど、なんか自分が出てない時の配信は裏の楽屋とかで見れたんですけど、夜中は見てないんでね、分かんないんですけど、でもやっぱり深夜テンションみたいな感じで夜中の方が面白いとかありそうですけどね。ちょっとさ、あのさ、こいつ前何ぐらい配信した時もパーカー着てたやんけって思う人いると思うんですけど、ちょっとそこはちょっと黙っててください。椅子の服着てる。そう、泊まりの時だって荷物増やしたくないからさ、行きと帰りは一緒でいいやと思って、内緒で。カードゲーム、カード、あ、これね、美咲デュエル面白かった。ペロペロ、あー、レイさんのサンタかな。サンタ、蹴りの低さには、いや、マジでできへん、あれ。難しかったね。サクパンの、サクパンのさ、ホテイさんさ、美咲見られへんくてさ、ほんまにショックやってんけど。見たかったのに見られへんかった。福山雅治。あれね、一つ屋根の下の。一つ屋根の下のファミリークイズ1回目の企画ですね。ちょっとヒーター近づけば寒い。ねぎちゃんのブレーキングナインが止まらんか。え、みさきもあの9期生のそのブレーキングナインは裏でメイク直しとかの順番待ってる時に、あ、チェリオさんプレゼントありがとう。そう、見ててんけど、おもろかったよね。てか、何やろ、まずさ、あの先輩方の何、圧というか、もう演技がうますぎてめちゃくちゃ怖いし、だから結構無茶ぶりとかも多いのに、それにちゃんと9期生さんたち答えてて、すごいと思って。だって自分の時のお披露目からの特技披露ってこんな、なんか先輩があんな顔して迎えてなかったし、そんな無茶ぶりとかもなかったから、いや、それにもうなんか応えてて、でもすごいなーってめっちゃ感心してました、裏で。いや、ほんまおもろかったよ。渚さんの演技力も面白いし、それにウカさんとかケイチさんとかミカナさんとかも面白いし、で9期生9期の子たちはもう、もう緊張で肩上がってるし、でそれをマイさんと若菜さんが落ち着いてみたいな言って、
まあ、でも全部ねあれもあんなも全然もう演技というかああいうキャラなので普段あんなんじゃないです全く。あゆえさん決勝ありがとう。つかさんもプレゼントありがとう。そうおもろかったねあれ、あんなに無茶ぶりに答えれるんやと思いましたね。よしさんもプレゼントありがとう。さいちゃんもプレゼントありがとう。そうそうそう、あっつ熱い、月熱いな。なぎちゃんうちまたで爆笑してたけど、あれもでもみさきも印象に残った、見てるときにあのめっちゃ印象に残ったもん。だから何だっけ、次の企画までにつなぐときに真似させてもらった。いやすごかったね、なんかいい意味で癖の強い子が多くてみんな個性強い、個性強い。どうしよう、ハチキピンチよほんまに。ハチキなんかめっちゃ個性がある人が少ないからさどうする、ピンチよ。トムムさんくもありがとう、マジピンチよ。みさきもだってないしさ、得意なこともないしさ、あんなもう無茶ぶりに答えれる自信もないしさ。誰が印象に残りましたか皆さん、9期生の子で。弥生の指笛めっちゃ笑う、あれマジでもこれおもろかった。あれ後から弥生に映像見せてもらったもん、ほんまおもろい。 YNN で8期はあんまりいじられない、ほんまにいじられへん。8期だって全身タイツもしたことないですし、福山雅治のモノマネ得意な人よ。似てましたか、そんな似てた、合ってたんかな。ほんまにごめんなさい、もうあんなちょっとバカにしたようなモノマネしちゃって。あのりくん決勝ありがとう。にへいさん、にへいさんどんな人ですか。ほのぴ、あ、ほのかちゃんね、西田ほのかちゃん、内股の子かダジアレ得意な子ね。いやすごかったね、みんな癖強かったね、個性あってよかった、めっちゃ面白かった。犬の鳴き真似、犬のモノマネ喜怒哀楽から始まって、どんなんあったっけ、あとあんざんあれさ、なんかいかにもなんか合ってますよみたいな答え方して適当ですって言うとすごいあれもめっちゃ面白かった。変顔4連発、あ変顔してた子もいたね。5連発ぐらいしてなかった、4連発やったっけ、3連発みんな面白かった、みんな度胸がありや、そう度胸、セミ残ったな、セミ、ね、でもできる気がするんだけどな。似てた？8期で一番天然はアミちゃん、アミちゃんかな。あ、坂田顔面ラップあれや、ほんまや、顔面ラップは得意よ得意って一回やってたまたま早かっただけかもしらんのに勝手に得意って言ってるからさ、次もしやるときめっちゃ下手くそやったらちょっと恥ずかしいわ。ラーメンすする音とか言わんといて、やめとき、あちょっとやめときます。何セミ、ミンミンゼミ、
じゃあミンミンゼミじゃないわ、殿様バッタみたいな。モバメ来た、あーモバメ、モバメ届くの早い、今日やばい、お休みとか言ってんのに寝てないのバレちゃうやん。さゆきちゃんの顔面ラップすごそう。さゆきちゃん、さゆきちゃん、あ、変顔してた子か。あ、でもあの子もあれじゃない、顔面ラップするってなったらちゃんと正面からいきそう。じゃあどんな変顔。あ、きくやんさんハートありがとう。こう、あ、おでこからこうさ行くんじゃなくて、こうちゃんと顔面から行きそうだよね。声でかい子多かったね、ほんまに羨ましいの子さ。みずきもさ、声こ通る通る声になりたいから羨ましいね。旧期生はお笑い系なんかな、どうなんや。でも美咲もさ、あんまさ全員分ちゃんと見れてないから分からんけど、でも見た時はほんまなんかすごい全力度胸あったしさ、すごいなと思ったし、なんやろ、八期にはないなんかガツガツ感ありましたね。やばい、ピンチよ八期。あー、のむむさんありがとう。そうそうそう、8期以内だけで話したらね、みんな結構こうウェイウェイなんですけど、なんか人前ってなったらね、同期じゃなくなったら何ですか、みんな猫かぶります、静かになる。肝吸われすぎたね。まあまあまあ、まあ、ん、肝吸われすぎたねってどういうこと。あ、キュウキ、キュウキの子が度胸あるってことか。あ、あるね。なんかそう思ったら八期生ってどういう子が多いんですか。なんか自分たちでさ分からんねん、やっぱりどういう自分、その自分たちの中で見るさみんなの顔とさ、皆さんから見てのみんなの顔、その顔っていうのは顔じゃなくてそういうキャラだったりが分からんからさ、なんか皆さんから見て8期ってどういう感じですか、どういう木ですか。ドライヤーじゃなくてあのヒーターつけてます、ごめんなさい。うるさいですか。お、なんかめっちゃおー、いっぱい送ってくれてる。8期はルックスが強い、うーわ嬉しい、ありがとう。ありがとうって別に美咲以外の子かもしらんけど。真面目なイメージ、確かにね、スポーツ系、確かに部活やってた子多いからね、グイグイの子は少ない、少ない、わちゃわちゃ感、わちゃわちゃはするね。真面目、真面目多いね。あー、朝弱い、朝弱いわ、みんな。八期は大切に守られてるイメージ。ほんま？だから変なことさせられへんのかな。七期なら舞台、あ、確かに七期さん舞台とか多いですもんね。うん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 、おビジュアル褒めてくれるの嬉しいな。そん八期可愛いですか、やった。嬉しい。ビジュアル褒めてくれて嬉しいとか言ってるのにこんなに髪の毛ボサボサなのちょっと嫌よ。あ、ようちゃんハートありがとう。よしさんもありがとう。可愛いのはすぐ飽きられるよ、大事なのは中身さん。
まあ、美人3日で飽きますって言いますもんね。いやでも私美人な人の方が好き。だって可愛くなかったら見ようって思うもん。なんていうの、なんか可愛かったらその人のこと知りたくなっちゃうからね。まあでも中身も大事ですけどね。ホテイさんは守られてるとは思う。ホテイさんはな、もうあれはもうあの作パンにしかできないです。あれはもうあれはほんまにおもろい。何気にひどいこと言って、ほんまですか。共感してくれる人おらんのかな、このさっきの美人が飽きるの時ですよね。まあまあまあ。おおお。なんかコメントがドゥルッドゥルッってなって読まれへんわ。うんうんうん、確かにね。旧期生と話した？話してません。その挨拶はしたけど、直接的にこう挨拶以外のことは話してません。てか話せないです私は。のりくん決勝ありがとう。ジュニアさんもプレゼントありがとう。ショールーム不具合やんの、だからかな、なんかおかしいね。期生めちゃくちゃ浅かったの名前あげてくれてたのすごい、ね、そう嬉しかった、ほんまに嬉しい。いやちょっとこれからも名前あげ続けてもらえるようにしないとですよね。あ、マチャピーさんだるまありがとう。 DD 多い、確かにハチキ DD 多いね。桜田 DD、 あやか、松岡 DD、 桜、うん、多いというか、多いというか一人がすごいんですよね、多分一人の人の DD、 DD 系が強いのかな。まあ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 、みんな可愛いもんだって。そりゃなんかなんていうの、可愛い可愛い言いたくなるやん、可愛かったら。でも今日ハチキンのその話の時に、サクパンはもう DDDD って言ってるけど、でも一番は坂田美咲ですって言ってくれたから、ちょっともうサクパンとハートを作ろうとした瞬間に私はこう変えました。さすが TO、 さすが TO よ。なんかだってさ、超どうでもいいことでもさ、なんか連絡してくる、なんかえ、なん、わ、待って、思い出されへん。なんか昨日さ、ホテル着いてから、なんか昨日じゃないか、なんかホテルで泊まった時に、なんか超どうでもいいことを LINE してきたけど、何やったっけな、なんかドライヤー引き出しに入ってるの神やったかな、なんか分からん、じゃ覚えてないけど、ほんまにどうでもいいことを LINE でいきなり送ってきた。どういうこと、ちょっとあんま覚えてないから、あんまりもうあれやけど、なんかでもどうでもいいこともでも連絡してきてくれますし、あと今日の朝のさ、サンタさんのリサとのツーショットのサンタさんも、もういいねしてきてました。
今日の髪型お団子、そうお団子やけど、ちょっともう寝ちゃってたからさ、配信の合間とかだからぐちゃぐちゃやけど、なんかハーフアップお団子にしました。とにかく連絡したいのよね、愛が強いから誰と一番 LINE する？でも LINE はサクパンが一番多いかもしらん。めっちゃ LINE する。なんかサクパンはなんか美咲の中でめちゃくちゃもうなんかどうでもいいような話をするのがサクパンとマコが多いかな。最近はサクパンの方が多い。なんかなんて言うんやろ、サクパンとはいろんな話題に対しての話をするから、この返事もしてこの返事もしてみたいな感じでいっぱい LINE 返してるし、まこっちが一番、まあでも同じぐらいかな。なんかサクパンはなんかほぼ連絡してない時じゃないみたいな感じで、言うのなんて言うやろ、一つの話題が終わってもだんだん続くから、なんかずっとダラ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 って、その嫌な意味のダラダラじゃなくて、そのまあねっとりねっとりダラ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 連絡して、まこは連絡せえへん期間もあるし、でもなんかふと話題ができたらこうずっと話すみたいな感じかな。そう常時話す感じ、サクパンはねっとりはちょっとミスったそうでもなんかまこの方がそういう相談系は多いかな。今別にそんな相談系は話してないけど、そうそうそう、まあでも同じぐらいかな。そこはあとも、でも別に全く LINE せえへんってわけじゃないけど、でも美咲多分さ返信ちょっと遅めの人やからさなんかの中学までの時はもう返信 LINE 来てたら気づいたらすぐ返してたのに、なんか最近内容を見て別になんか返さんでいいわと思ったら後回しにしちゃうよね。だからその一日おき、一日に一通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 とかみたいな返し方をしてたらそれは長引きますよねって感じですよねあ、ちょっと壇上だけ読んどきます、切れたら嫌なので。じゃあ13位ジュニアさん、風和様のポニートは国宝、そうです国宝ですねありがとうございます。12位マチャピーさん、ありがとうございます。11位のりくん、のりくんさんありがとうございます。10位ようちゃん、ようちゃんさんありがとうございます。9位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。8位やっさんありがとうございます。7位タコさんありがとうございます。6位ヨシさんありがとうございます。5位タムタムさんありがとうございます。4位ノムムさんありがとうございます。3位竹王さん、ちー兄ちゃんお疲れ様、あんちゃーありがとうございます。2位しおぴーさんありがとうございます。1位ゆいちさんありがとうございます。一発目に配信始まって一発目にあのちー兄ちゃんになりきってくださいはしんどかったねいやなんかスタッフさんにちょっとここの一番の大役はちょっと坂田さんなんで頑張ってくださいってなんかめっちゃハードル上げられて配信前にだんだんクオリティ下がってる、やだ、どんなやったっけ、おい小雪できひんできひん、どんなんやったっけ、これあんちゃん、ちょっとあんちゃん事前に動画見たよ、予習したよ事前に予習してで挑みました。でも
あんちゃんと小雪以外の言葉が分からんくて、それしか喋られへんかった。朝日スーパードライ、そうまあまあまあ、でも24時間皆さんありがとうございました。またアーカイブ、アーカイブも残ってるのでぜひチェックしてください。私もちょっと見れへんかった、見られへんかったところをちょっと後でアーカイブで見直したいと思います。ありがとうございました。もう今日はゆっくり自分の布団でめっちゃ寝ます明日は、明日もリハーサルあるんですけど、まあそんなに早くないのでいっぱい寝ます。ありがとうありがとう。